生活ワクチンというかですね新しい概念を提案したもんですからいろいろな人は何言ってんのって話なんですが、えー、コロナに備える、まあ、冬にコロナがまた来るかもしれないので、まあ、その時までにワクチンを打っとくっていうのがあるわけですねそうしないと自粛したり都市封鎖しなきゃなんないからでしかしワクチンっいうのはあれ何かっていうと、えー、体の中に ウイルスと似たようなものを入れて、それで免疫が活性化するわけですから、別にあのワクチンじゃなくていいわけですよ。要するに免疫系を活発にすればいいんですね。それ免疫系を活発にするにも普、普通は体を丈夫にするって考えちゃうんですけど、体を丈夫にするんじゃなくて、上気道の表面に、 新型コロナウイルスがついた時にそこに対する免疫力を上げるという非常にスポット的なことを考えたわけですね。れで第1回コロナに備えるの3っていうのをやったんですが、えー、と今ですねちょうど議論している最中なんですよつまりね健康になるにはどうしたらいいかっていう試みは随分されてるんですよ。こここに書いてててあるるとはややややそうなんですね例えばご飯を増やしてご飯飯ををを増増しし食べ量 体温を上げると、まあ、パンとかそばを少し控えると、まあ、ましてあのお菓子とか砂糖とかあまあピザみたいなものとかそういうのをぐっと減らしてですねそれでご飯と味噌汁を中心とするという生活をすると体温が上ががるんですね体温がやっぱり3 6 5五度ぐらいになんないと、えー、なかなか免疫系が上がらないもんですから、まあ、これがまあ一番効果があると。 それから、これはがんの方に主に効くんですがあのもちろん、うん、蒸気道のウイルスにも効くんですけどお風呂の温度を少し高めにすると。でこれもですねあの、えー、冬場なんか寒いところからズボンと暑いところに暑い風呂に入ると高血圧なんかになりますから、えー、一と頃お医者さんが盛んにぬるい風呂がいいぬるい風呂がいいって言ったことがあるんです。それはですね、 気分を落ち着けるためにですね、ぬるい風呂がいいっつっておられるだけでお医者さんはねあの上から目線ですからね1個だけポンと言って威張ってるんですよ例えば皮膚科のお医者さんもそうですが日光浴は絶対ダメだって20年ぐらい前ずいぶん言われてねそして随分ビタミン D が不足した病気なんか出たんですけど結局あの物には何でもいい面と悪い面がありますからね、えー、日光に当たらなければシミとか。 そばかすなんかはできにくいけれどもビタミン D が不足してまあ風邪を引きやすくなるまあそういうことがあるわけですお風呂もそうですねぬるいお風呂にゆっくり入れば気分が落ち着きますが、えー、免疫系が上がらない四十三度ぐらいのお湯に浸かれば免疫系は上がるだから免疫のお医者さんは高い風呂がいいって言ってそれで精神のお医者さんはえぬるい風呂がいいっていうそういう勝手なことになっちゃうんですねで、まあ一番いいのは えー、免疫を上げようとする場合は、えー、お風呂のお風呂場の温度を上げとくかもしくはまあ僕なんかは、まあ、お風呂場の温度も少し上げとくんですがあ実際に43度ぐらいのお湯っていうと結構熱いんで、えー、僕なんか腰まで使ってゆっくりしてると、まあ、23分でもう慣れますねでこう徐々に体を沈めていくと。でまあ、あのお風呂に入るっていうのはあの もう昔医学が発達してない頃はとにかく健康になるためには風呂に入るわけですよ結核でもそうですからねやっぱりに人間の体を活発にするためには温度を上げなきゃいけないんですよそれで3 6 5 °としますね普通、うん、体温を 36.5°C っていうのはですねえー、えー、と常時は3 6 5 °ぐらいがいいんですけどねいざ風邪をひいたら3 8度ぐらいまで上げないかなんですね 僕も昔は間違って考えてまして、考えま、ー、し病気になると熱が上がるのはばい菌が熱を上げてると思ってたんです炎症を起こして熱を上げてるそうじゃなくて体が自分の栄養を油とかその体内脂肪なんかを燃やして体温を上げて上げることによって免疫系を活発にするっていうことを知ったのが。 まあ、20年ぐらい前でしょうかね <laughs>、まあ、それまで間違って考えておりましてね解熱剤なんか飲んだりしてたんですけど、まあ、熱い風呂に入るやっぱり難しいのは運動なんですね今度よく調べたんですが上気道のウイルスつまり風邪のウイルスに対する抵抗力を上げるためには軽い運動なんですねでその軽い運動重たい運動は風邪引きやすいんですよだからあの非常に激しく スポーツすすする人は風邪ひやすいんですね。えー、それでそ、それはもうデータがいっぱいあるんですよ。それ,それで整理しますとね、僕の感じだとですね、えー、っと、軽く汗をかくぐらいの運動がか、風風っていうかぜ、かい中か新型ウイルスにはいいわけですね。ですから、軽く汗をかくっていうと、一生懸命歩く。例えば、駅まで一生懸命歩くとうっすらと汗が出ますよ。えー、まあ、それぐらいがいいんですね。私はテニスやってるんで、ちょっと激しすぎるんですけど、えー、っと、まあ、あの、 しかし運動の習慣が大変なんですね、まあ、非常に真面目な方なら、えー、駅まで一生懸命歩くというのが一番いいでしょうね。駅まで一生懸命歩けば、えー、時間の節約にはなるし、えー、コロナにもかかりにくいと、まあ、何でもいいですね。それから、えー、ご婦人の方でしたら買い物なんかあったらですね比較的早足で買い物をするってことでしょうね。なな、まあ、なかかかそれもいいいんじゃないかと思いますね勤めて えっ、ー、とねきちっとねあの研究例を見ますとね、えー、と人間はまあ例えば一生懸命5分歩いたらうっすら今まであんまり運動してなかったんである人がですよ5分間くくらい一生懸命歩そうするとだん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 うっすら汗をかく5分一生懸命歩くっていうのを基準にするんじゃないんですよ。<laughs> ここがまたなかなか考えなきゃいけないですすすね、えー、とうっすら汗かく運動をするんですよ それを習慣けけるわけで,すだですから例えば駅まで5分としますねまあ5分の人なんかに住んでる恵まれた人いないですからまあ10分としましょうかそう最初は5分一生間歩いたらうっすら汗をかいたらですね5分歩歩いて後は歩くんですよ。それからだんだんそういう風にしてると5分では汗がかかなくなるんですよやっぱり運動習慣がつきましてねそれがいいんですよねそれで今度は6分になるでしょ一生懸命歩くのは。 7分一生懸命歩き、8分一生懸命歩くって言って一生懸命歩く時間距離を長くするんですねそうするとだんだんこのうっすら汗をかく運動をきちっとするようになるので免疫系が活性化するっていう、まあ、そんな感じなんですねですから、えー、まああのそんなことを頭に入れるっていう必要があるそれから何とかしてねニックよくしなきゃいけないですね でこれはどのくらいかっていうこれもデータを調べてみましたらねまあもちろん旭川とそれから鹿児島なんてやっぱり太陽の紫外線がすごく違いますから一概に言えないんですけどおおよそ30分なんですよ日本では。そうするとね僕30分日光浴日光浴っていうか日光に当たるのを少しやってみますとね全身じゃなくていいんですよ一部でいいんです顔とかねだから腕とかそういうんでいいんですけど。 やっぱりですねあのちょっと意図的に外に出なきゃいけないんですねあの日常生活だけですとね私なんかはどっちかっていうと東京と名古屋ですからねやっぱりなんか車に乗ったり電車に乗ったりっていうのが多い家に入ってたりするのが多いもんですからやっぱり日光浴を30分一日にするっていうとですね土日なんか積極的にちょっと外に出て孫と遊ぶとかですねしないとですね あのいかないんですよだからご婦人の場合はあの今ご婦人って言わないのかな女性っていうのかなえー、っとあの買い物なんかはねいいんでしょうねちょっと腕を出しがちにして買い物をするっていうんでしょうねもちろん冬と夏は違いますので、えー、まあ,あとにかく日光浴をしてビタミン D をあの十分にり付くのともともとね風邪っていうのはね日光浴すると風邪ひかないんですよ。 あのこれはもうあのビタミン D かどうかはまだこれデータ出てませんねあのコロナウイルスに関してのビタミン D はもう論文があるぐらいですからこれはちゃんとしてるんですが、えー、日光浴をすると風邪をひきにくいっていうのが、まあ、皮膚が強くなるからっていう説明をされることもありますし、まあ、ビタミン D ができるもともとそれからですねこういうの難しいんですね朝食をよく食べると成績が良くなるなんてやつは因果関係はないんですよ。ただ 朝食をきちっと食べさせるようなお母さんは勉強の指導もよくするので <laughs> 朝食を食べる子どもは成績が良くなるって、まあ、そういう2段階3段階の因果関係があるやつがあるんでね最近私の虎ノ門を見てですね X の法則で大変に批判してたあの先生いい、e、先生なんですよ。私はねあの X の法則で因果関係をきちっと言おうとしたわけじゃないんです。えー、人間は先入観にとらわれがちなので 1一回結果をもう1回整理をしてみた方がいいよとその時はあんまり因果関係なんかを考えずに整理してみた方がいいっていうことを言っていたんですけどちょっと私の言い方が足りなかったようですねちょっと脱線しましたけども、えー、あと睡眠ですねこれもあの非常にあの風邪には効くようですが、えー、熟睡できなくてもとにかく横になってるってことなんですね8時間は横になってるそれで まあぐっすり寝るっていうのはそこのうち3時間か4時間でいいっていうぐらいがちょうどいいですね私はですね睡眠学会のデータを随分勉強したんですが睡眠学会もあんまりはっきり書いてないんですよ要するに横になってるのを、ね、寝るというのか <laughs> 寝るっていうのはどういう状態な睡眠っていうのはあの横になってることを寝てるっていうんですよねだけど睡眠っていうとなんか意識を失ってるって感じなんですけど意識を失うのは3時間ぐらいでいいんでね えーまあ、8時間横になっていれば心臓の負担も随分減りますしそれから血中の不純物も肝臓で随分、えー、処理されますんでね、まあ、そういう点から言って一つはですねあのコロナウイルスにかからないためには免疫系を活発にしなきゃいけない免疫系を活発にするのは体力がいるんですよ。ですからよく休んでおいて体力をつけとかないと 結構人間はですね敵と戦うために兵隊を準備するのに体力使うんですねですから小太りが良くてよく休憩しとくのが必要だってことになるんですね、まあ、したがって8時間とこに着く僕なんかはよく寝れないんで最近ではよく朗読を聞いてるんですね音楽でもいいんですがまあ、その時とその人によって変わるんですねとにかく私がここで言いたいのは新しい概念なんで何言ってるかわかんない人がいるんですけども、ワクチンを打つなら 打ってもいいですよ。ワクチン打ったらまあパッとそれでワクチン効く,く人はすぐ免疫ができますからねしかし免疫を強化するにはご飯体温お風呂運動日光浴睡眠でかなり程度が高くなるんですよですからまあこれから3ヶ月ですねあの12月9月10月11月とですね体温高くして風呂に入って 運動の習慣をつけて日光浴をしてよく休むとそれから生姜とかこの前ご推薦した生姜とかですねえにんにくとか日本茶僕も最近もう紅茶あんまり減らして日本茶にしてるんですよあの新型コロナが終わるまではねやっぱり免疫つけとかなんでい,いかんと思いましてそうやっておりますまあご参考になればということで私はこれから冬にかけてとにかく風邪をひかないようにあの上あの なか気管の上の方ですねあの呼吸器の上の方にウイルスついた時にとにかくやっつけるやっつけるそういう体をつけとくってことですね 100m がマラソンができるようになるっていうそういう体力じゃなくてあの体力っつっても免疫力の体力ですからねそれに絞ってしかも風だから例えばさっき運動を言いましたけども運動も軽く汗をかく程度が一番いいっていうのはこれあのマラソンが速くなるとかじゃないんですよ筋肉が強くなるでもないんです。 体力を鍛えるんんじゃないんですよ風にならない免疫を鍛えるっていうことだけにここ絞ってますんでそこもですね誤解なきをお願いいたします。